ゆく。その夜から三日ほどの夜と昼の記憶は、私の心に極めておぼろげにしか残っていない。その間に感じたいろいろな気持ちを思い浮かべることはできるけれど、まとまった考えや自分がした行為はほとんど思い出せない。自分が小さな部屋の狭いベッドにいることは知っていた。私はそのベッドに根を生やしたようであった。石のように動かずに横たわっていた。そこから私を引き離すことは、私を殺すも同様のことであったろう。時間の経過、朝が昼に変わり、昼が夜になっていくのも気がつかなかった。私は誰かがその部屋へ入ってきたり、出て行ったりするのを見た。それが誰であるか、また私のそばへ来て何を言ったかも分かっていたが、答えることはできなかった。唇を開くことも、手足を動かすことも、どちらもできなかった。女中のハンナは、一番足ひしげくやってきた。彼女の訪れは、私の心をかき乱した。彼女が、私を出て行かせたがっていること。私や、私の事情を理解していないこと、私を誤解していることを私は感じた。ダイアナとメアリは一日に一二度その寝室に姿を見せた。彼女たちは私のベッドのそばでこんな言葉を囁いた。この方を家へ入れてあげて本当によかったわね。ほんとね、一晩中外に置いておかれたら、翌朝はきっとドアのところで死んでいたでしょう。この人、どんなひどい目に遭ってきたのかしら。きっと思いも及ばない苦難に遭ってきたのね。かわいそうに、痩せ衰えて青ざめた不老者。言葉遣いからしても、無教養な方ではないよね。アクセントがとても綺麗ですもの。それに、脱ぎ捨てた服だって、羽だらけでぐしょ濡れになっていたけれど、ちっとも着古してない。立派なものだったわ。一種独特の顔をしているわ。やつれて頬が落ちているけれど、私はむしろ好きな顔だわ。丈夫になって元気が出てきたら、きっと感じのいい顔立ちになると思うわ。二人の対話には、私にしてくれた親切な心尽くしを後悔したり、私を怪しんだり、嫌ったりする言葉は一度も聞かれなかった。私は慰められた。セント・ジョン氏は一度しかやってこなかった。彼は私を見て、この昏睡状態は長く続いた過度の疲労の反動から来たものだと言った。医者を呼ぶ必要はない。自然に任せておけば、それがきっと一番良い療法になるだろうと言った。何かひどく神経を使いすぎたのだから、しばらくの間、体全体をすっかり眠らせておかなければならぬ、とも言った。病気ではない。一度良くなり始めたら、急速に回復するだろう、とも言った。彼はこれらの意見を、穏やかな低い声で、口数少なに述べ、
ちょっと黙ってから、口数多い、批評には慣れていない人の口調で言うのであった。どちらかといえば、極めて類のない顔立ちだね。下品な、低級な感じは少しもない。それどころではないことよ。と、ダイアナが答えた。本当を言うと、私、この気の毒な方に、むしろ好意を抱いているのよ。いつまでも、親切にしてあげられたらいいと思うわ。それは、とてもできそうもないな。というのが、彼の答えであった。この人が友達を誤解して、おそらく無分別にその人たちの元を飛び出してきた。どこかのお嬢さんだということが、やがて君たちにもわかるだろう。もしこの人が強情っぱりでなければ、多分そのお友達のところへ返してあげることができると思う。しかし、この人の顔の意志の強そうな線から判断すると、どうやらあまり素直な人とも思えないな。彼はしばらく私を注視していたが、やがてこう付け加えた。思慮のある人のようだが、しかし少しも美人ではないね。だって、セント・ジョン、この人、ひどい病人なのよ。病気にしろ、病気でないにしろ、器量の悪いことに変わりはないよ。優雅なところとか、美の調和とかいうようなものは、この顔には全く欠けている。三日目には、私はずっと良くなった。四日目になると、話したり、体を動かしたり、ベッドの上に起きたり、向きを変えたりするのができるようになった。多分、お昼時だったと思うが、ハンナがおかゆとバターなしのトーストを運んできてくれた。私は、美味しく食べた。食べ物が美味しい。これまでは熱のために変な味がして食べるものをまずくしていたが、それがなくなったのだ。ハンナが出て行った後、私はかなり力がついて蘇ったような気がした。間もなく寝ているのに飽き、何かしてみたい欲望が起きて、私の気持ちをそそり立てた。私は起きたかった。だが、何起きたらいいだろう。地べたに寝たり、沼の中で転んだりした。ぐしょぐしょに濡れて、泥まみれになった衣服しかなかった。そんななりをして、お世話になった人の前へ出るのは、恥ずかしくてならなかった。だが私は、この恥ずかしい目には、合わずに済んだ。ベッドのそばの椅子の上に、洗濯して乾かした私の衣類が、一切乗せてあった。黒い絹の上着は、壁にかかっていた。沼の名残の汚点も、きれいに洗い落とされており、雨でできたシワもすっかりアイロンをかけて折り目正しいものになっていた。靴下や靴まできれいに洗って体裁良くなっていた。その部屋には洗面の道具もあったし、髪を撫でつける櫛やブラシも置いてあった。五分おきくらいに休みながら、物うげな動作で、私は身じまいを済ますことができた。
げっそりと痩せたため、服がダブダブであったが、その血管を私はショールで隠した。それから清潔な、見綺麗な姿になって、私の大嫌いな、そして私を下品に見せる泥の汚れも、だらしのない箇所も少しも残さず、手すりにつかまりながら、私は石の階段を這うようにしており、天井の低い狭い廊下を過ぎ、やがて台所へ向かった。そこは焼きたてのパンの方向と、惜しげもなく燃やす火の暖かさに満ちていた。ハンナがパンを焼いていた。よく知られていることだけれど、偏見というものは、教育によって耕され、培われたことのない心の土から、これを根絶してしまうことは、随分と困難なものである。それは、その人たちの中に、石の間の雑草のように、根強く生え茂っているのだ。実際、初めの間、ハンナは、不愛想で頑固な様子を見せていたが、この頃には少しは優しくなっていた。そして、今私が、きちんときれいに、身じまいして出てきた姿を見ると、彼女は微笑みさえ浮かべた。おや、起きてきたんですか？と彼女は言った。じゃあ、もういいんだね。よかったら、その炉石の上の私の椅子にかけても構いませんよ。彼女はゆり椅子を指さした。私はそれにかけた。彼女は時々横目で私をじろじろ見ながら忙しそうに働いていた。かまどの中からパンの塊を取り出しながら私の方を振り向いて彼女は存在な口調で尋ねた。ここへ来る前に、乞食をして歩いたことがあるのかね？瞬間、私はムッとした。けれども、怒ったところで始まらないし、事実、彼女には乞食に見えたのだろうと思い直すと、穏やかに、しかも、毅然とした態度をなくさずに答えた。私を乞食だなどと思うのは間違っています。あなたやここのお嬢様方と同じように、私は乞食ではありません。ちょっと間を置いて彼女は言った。どうも合点がいかないね。だってお前さんは家もなければ、ブラスも持たんようだが。家もブラスも。あなたはお金のことを言っているのでしょうけど、ないことは決してあなたの言う意味での乞食ではありません。お前さんは学問をしなさったのかね。と、やがて彼女は尋ねた。ええ、かなりね。でも、学校へ行ったことはないだろう？学校に8年もいましたよ。老女は目を見張った。それで、どうして自分でやっていかれないのかね？私は自分の力で生活してきたのです。これから先もそうするつもりです。その素栗の実は
どうなさるつもり？私は彼女が果実のかごを持ち出してきたとき、こう尋ねた。倍にしますのさ。私によこしなさいな。私がちぎりますから。いや、お前さんに何かしてもらおうなんて思っちゃいませんよ。でも私、何かしなくてはなりませんもの。お出しなさいな。彼女は承知した。その上彼女は私の服の上に広げるきれいなタオルまで持ってきてくれた。そして、着物を汚してはいけないからね、と言った。お前さんは女中仕事には慣れていなさらんね。その手を見ればわかるよ。と、彼女は私を観察した。大方、仕立て屋だったのだろう？いいえ、違いますわ。もう私が何であったかなどということは気にしないでください。私のことでそれ以上頭を使わないでください。それよりこのお家の名を教えてくださいな。マーシュエンドとかムーアハウスとか言ってますよ。そして、ここにお住まいになっている方は、セント・ジョン様とおっしゃるのですか？いや、あの方は、ここにお住まいになっているのではなくて、ほんのちょっと、お泊まりになるだけですよ。お家にいなさるときは、モートンのご自分の教区にいらっしゃるのです。何マイルか先のあの村？そう。何をしていらっしゃるのですか？牧師様ですよ。牧師館を訪ねて牧師に会わせてほしいと頼んだ時のあの老家政婦の返事を私は思い出した。では、ここはジョン様のお父様のお家ですね。そう、先代のリバーズ様がここにお住みでね。それからリバーズ様のお父様も、なおその前にはおじい様もひいおじい様も。では、あの方のお名前はセント・ジョン・リバーズ様とおっしゃるのね。そう、セント・ジョンというのは、あの方のクリスチャンネームだそうです。あの方のお妹さん方は、ダイアナ・リバーズさんと、メアリ・リバーズさんとおっしゃるのですね。そうですよ。お父様はお亡くなりになったのですか？三週間ほど前に、卒中でね。お母様はいらっしゃいませんの？奥様はもうとうの昔お亡くなりになったのですよ。あなたはもう長いこと、このお家にいらっしゃるのですか？もう30年にもなりますよ。お三人とも私がお育て申したのです。あなたが正直で忠実な女中さんだということは、それでわかります。私のことを乞食だなんて、失礼なことをおっしゃったけれど、
その程度にはあなたを褒めてあげますわ。老女はもう一度あっけに取られたような顔をして私を見た。まったく考え違いをしておりましたよ。と彼女は言った。でもこのあたりにはずいぶんうさんくさいやつがうろつきますのでね。どうぞ勘弁してくださいよ。でもね、といくらか厳しい調子で私は言葉を続けた。野良犬だって締め出す気にはなれないような夜に私を追い出そうとしたのですからね。まったくあれは少し無謀ございましたよ。でも他にどうすればよかったのでしょう。私は自分のことよりもお嬢様方のことを考えましたのですよ。おかわいそうに、私の他にはお世話するものもないんですからね。ですから、私は油断してはならないんでございますよ。私はしばらくむっつりと黙り込んでいた。あまりそう、私のことをひどいやつと考えないでくださいましよ。と彼女は言った。でも私はそう思います。と私は言った。なぜかと申しますとね、あなたが私を止めてくれなかったから、あるいは私を語りだと思ったから、そういうのではなくて、あなたがさっき私を家もなければお金もないということを非難の材料になすったからです。昔から立派な人たちの中にも、私のように無一物だった人がいくらもあります。あなたがもしキリスト教徒なら、貧乏を罪悪だなどと考えてはいけませんわ。もう決して考えることではございません。と彼女は言った。セントジョン様もそうおっしゃいます。私が間違っておりました。今私はあなたにこれまでとはすっかり違った考えを持つようになりました。あなたはとてもきちんとしたお方です。もういいのよ。堪忍してあげますわ。さあ、握手しましょう。粉だらけのゴツゴツした手を彼女は私に握らせた。打って変わった心からの微笑がそのそやな顔を輝かせ、その時から私たちはお友達になった。ハンナは見るからに話好きであった。私が果実をちぎり、彼女がパイ粉をこねている間、亡くなった主人や奥様や彼女がお子たちと呼んでいる若い人たちについて、こまごまと話し続けた。先代のリバーズ氏は、飾り気のない、しかし立派な紳士で、一番古い家柄ので出会ったと彼女は語った。マーシュエンドは、それが人の住む家となって以来、ずっとリバーズ家のものであった。ハンナは言った。モートンの谷にあるオリバー様の豪壮なお屋敷に比べたら、取るに足らぬちっぽけな
みすぼらしい家に見えますけど、これでも200年以上も経っているんですよ。ビル・オリバー様のお父様は、渡り職人の針作りでした。しかし、モートン教会の礼拝堂にある登録簿を見ればわかるように、リバーズ様は、ヘンリー王の時代には、れっきとした貴族だったそうです。なお彼女は、先代の主人が平凡な人であったことを認めた。ご先代は世間並みのお方で、これといって別段変わったこともなさらず、狩猟にひどく熱中なさったり、畑仕事をなさったりしておいででした。しかし、夫人の方は違っていた。非常な読書家で、いろんなことを勉強した。そして、ハンナの言うお子たちは、この母に似たのだという。このあたりには、お子たちのような人はいたこともないし、現在もいない。彼らは三人とも、舌もよく回らぬ頃から、学問を好み、いつも、独学でやり通した。セント・ジョン氏は大きくなると大学へ入って牧師になろうと志した。霊嬢たちは学校を卒業するとすぐに家庭教師の職を探すことになっている。というのは数年前に父親は信頼していた人が破産したため、巨額のお金を失い、現在は子供たちに財産を分けてやるほど裕福ではなかったので、子供たちはそれぞれ自分で働いて生活しなければならなかったからである。子供たちは生家に長滞在することはほとんどなく、今は父親が亡くなったので、2、3週間滞在するために帰っているに過ぎない。けれども彼らはマーシュエンドやモートンやこの辺りの荒れ野や丘を皆非常に愛している。彼らはロンドンとかその他方々の都会に住んだこともあるが、故郷のようないいところはないと言っている。それは彼ら兄弟はとても気が合っていて、決して争ったり口論したりしたことがない。兄弟仲の良いことにかけてはこんな家庭は見たこともない。すぐりの実をちぎる仕事を終わると、私は二人のお嬢様とそのお兄様は、今はどこにいらっしゃるのかと尋ねた。モートンまで散歩にお出かけです。しかし、半時間もしたらお茶にお帰りになるはずです。彼らはちょうどハンナが見当をつけた時間までに戻ってきた。彼らは台所の戸口から入ってきた。セント・ジョン氏は私を見るとただ会釈しただけで通り過ぎたが、二人の霊嬢は立ち止まった。メアリは私が階下へ降りて来られるほど良くなったのを見て嬉しいと、二子と三子と優しく静かに喜びを述べた。ダイアナは私の手を取り、頭を振って言った。私が降りてもいいと許してあげるまで待っていらしった方がよかったのに、まだとても青ざめてそんなに痩せていらっしゃるんですもの。お気の毒な人、おかわいそうに。ダイアナの声は私の耳にクククと鳩が鳴くように響いた。
その目は見つめられるといつまででも目を合わせていたくなるような目であった。顔全体に魅力が満ちているように思われた。メアリの顔も同じように聡明で、同じように美しい目鼻立ちであった。けれども、その表情にはダイアナよりも打ち解けがたいところがあり、物腰は優しかったが、ずっとよそよそしい感じがした。ダイアナは表情にも話し方にも一種の威厳が備わっており、見るからに意志が強そうであった。彼女のような威厳のある人に服従することに喜びを感じ、自分の良心と自負心の許す限り、他人の積極的な意志に従うのが私の性質であった。それに、あなたはここに何の御用がおありですの？と、彼女は言葉を続けた。ここはあなたのいらっしゃるところではありませんわ。それは私にしても、メアリにしても、時々台所へ座り込むこともありますけれど、それは自分の家で自由に、気ままにしたいからですわ。でも、あなたはお客様でしょ？今にいらっしゃらなければいけませんわ。私、本当にここで結構でございます。いいえ、ちっとも結構ではありません。ハンナは走り回って、あなたを粉だらけにしてしまいますもの。それに、ここの日は、あなたには暑すぎますわ。と、メアリも口を出した。本当よ。と、彼女の姉が付け加えた。ここへいらっしゃいな。私の言うことを聞かなくてはいけませんわ。こう言って、彼女は私の手を持ったまま、私を立たせ、奥の部屋へ連れて行った。ここにかけていらしってくださいな。と、ソファーに私を座らせながら、彼女は言った。私たちが帽子を脱いでお茶の支度をするまでね。ひどく気が向いた時とか、ハンナがパンを焼いたり、パイをこねたり、洗濯をしたり、アイロンをかけたりしている時に、自分たちで食事の支度をするのは、この小さな草原の家でだけ許されている私たちの特権の一つなのですわ。彼女はセントジョン氏と私をその部屋へ残してドアを閉めて出て行った。セントジョン氏は新聞か書物を手にして私の向かい側に腰掛けていた。私はまず客間の中を、それからその部屋の主を念入りに眺めた。客間はむしろ小さな部屋で、家具ちょうども極めて簡素であったが、清潔で小綺麗なのが気持ちが良かった。古風な型の椅子が数脚ピカピカ光っており、くるみのテーブルは姿見のようであった。時代の違う男や女の奇妙な古い肖像画が色塗りの壁を飾っていた。ガラス扉のついた戸棚には数冊の書物と古代の陶器が一組並んでいた。この部屋には余計な装飾は何一つなかった。サイドテーブルの上に置いてある
一対の針箱と、シタンの婦人用の机を覗くと、東西風の家具は何一つなかった。何もかも、絨毯やカーテンまで含めて、十分に使い古され、そして十分に保存が行き届いていた。セントジョン氏は、ちょうど壁にかかっている、すすけた肖像画の中の一枚のように、身動きもせずに腰をかけ、読んでいる書物の上に目を注いでおり、唇を無言のうちに結んでいるので、楽々と細かに観察することができた。人間ではなく、彫像であったとしても、これ以上楽々と観察することはできないであろう。彼は若かった。多分28から30までの間だろう。背が高く、すらりとしていた。目を引く容貌で、すっきりと鼻筋の通った古典的な鼻。アテネ人そのままの口と顎など、非常に輪郭が正しく、まるでギリシャ人そっくりであった。英国人の顔で、彼のように古代民族の典型に似ているとは全く珍しい。彼自身の顔が、こうも調和が取れている以上、彼が、私の顔立ちの整っていないのに、軽い驚きを感じたのも無理はない。彼の目は大きく青色で、飛び色のまつげを持っていた。象牙のように白い、広い額には、無造作に縮れた金色の巻き毛が、幾筋か垂れていた。読者よ、これは上品な人物描写ではないだろうか。しかも、この描写で説明した、セント・ジョンという人物は、優しい、素直な、感受性に富んだ人という印象、または穏やかな人物という印象さえも、めったに見る人に与えることはなかった。今、彼は静かに座ってはいるけれども、その鼻孔や、口や、額のあたりに、私の感じたところでは、イライラした気持ちか、あるいは激しい気持ちか、あるいは熱心な気持ちかを表すようなものがあった。彼は妹たちが引き返してくるまで、私に向かって一言も話しかけず、ちらと視線を投げかけることさえもしなかった。ダイアナはお茶の用意をする間、部屋を出たり入ったりしていたが、やがてかまどの一番上で焼けた小さなお菓子を私に持ってきてくれた。さあ、召し上がれ、と彼女は言った。さぞお腹がお好きでしょう。あなたは朝からおかゆのほか何にも召し上がらなかったとハンナが言っていましたもの。私は辞退しなかった。私の食欲は呼び覚まされて鋭くなっていたからである。リバーズ氏はこの時書物を閉じてテーブルに近づいたが、席に着く時その青い絵に描いたような目でまっすぐに私を見つめた。その行視の中にはぶしつけなほどの率直さと詮索的な断固たる頑固さとが見え、彼が今まで未知の人に対して
目をくれずにいたのは、遠慮からではなくて、彼自身の意志によるものであることを表していた。お腹が空いていますね。と彼は言った。はい、そうです。簡単に聞かれれば、簡潔に、率直に聞かれれば、あからさまに答えるのが、いつもの私のやり方、本能的なやり方であった。この3日間、軽微な熱のために、余儀なく絶食していたことが、かえってよかったのです。最初から激しい食欲の欲するままにしていたら、かえって危険だったでしょう。もう食べてもよろしいですよ。まだむやみやたらに食べてはいけませんがね。皆様の費用で食べさせていただくことも長くはあるまいと存じます。と私は節烈極まる不作法な返事をしてしまった。さよう。と冷ややかに彼は言った。あなたがお友達の住所を教えてくだされば、私たちから手紙を書いてあげます。そうすれば、あなたもお家へ帰れるわけでしょう。率直に申し上げなければなりませんけれど、私、そんなことはとてもできません。私は家庭も友人も全くないのですから。三人は私を眺めた。しかし疑わしげに見たのではない。その視線の中に疑惑の色がないのを私は感じた。好奇心の方がずっと強く現れていた。とりわけ霊嬢たちについてはそう言えた。セントジョンの目は字義通りの意味では澄み切っていたが、比喩的な意味では真意を補足することが困難な目であった。彼はその目を自分の心を表す代理人としてよりも、むしろ他人の心を探る道具として使用しているように思われた。その鋭さと自己投懐との結合は、人を励ますよりも、むしろ当惑させるに適していた。それは、一切の対人関係とは、完全に絶縁しているという意味ですか？そうですわ。聖ある、いかなるものにも、私をつなぐ絆はないのでございます。英国のどのような屋根の下にも、私は入れていただく権利はないのでございます。あなたの年頃にしては、随分珍しい境遇だ。この時私は、目の前のテーブルの上に、重ねた私の手に、彼が視線を向けたのを見た。私の手に何を探るのかと思った。すると彼の言葉がすぐにこの不信を解いた。あなたは結婚したことはありませんね。未婚者ですね。ダイアナは笑い出した。だって、セント・ジョン、この方は、まだせいぜい、17か8よ。私、間もなく、19でございますわ。でも、結婚してはおりません。絶対に。私は、顔が、火のようにほてってくるのを感じた。
痛ましい心をかき乱す思い出の数々が、結婚という言葉に誘われて、蘇ってきたからである。彼らは、皆、私の狼狽と、心の動揺とを見てしまった。ダイアナとメアリは、私の赤くなった顔から、他へ目をそらせて、私をほっとさせてくれたけれど、より冷淡で厳しい彼女たちの兄は、彼のかきたてた苦しみが無理やり私の顔をあからめさせたのに、その上さらに涙を流させるまでじっと私を見つめていた。最近までどこにいたのですか？今度はこう尋ねた。あなたはあまりしつこく詮索しすぎることよ、セントジョン。低い声でメアリがつぶやいた。しかし彼はテーブルから身を乗り出し、またもやまじろぎもせぬ突き刺すような目で返事を促した。私が住んでおりました家の名や、一緒に暮らしていた人の名は、申し上げることができません。と、私は簡単に答えた。あなたがおっしゃりたくないのでしたら、セントジョンにも、他の誰にも、そのことを秘密にしておく権利が、あなたにはあると私は考えますわ。とダイアナが言った。それでもあなたについて、あるいはあなたの経歴について何も知らなければ、私はあなたを助けることはできませんよ。と彼は言った。あなたは援助が必要なのではありませんか？必要でございます。どなたか本当の慈善家が私にできる仕事を探してくだすって、ほんの生きてゆくのに必要なだけでも結構ですから、その仕事の報酬で暮らしていければと、私は心からそう望んでいるのでございます。私が真の慈善家であるかどうかは知らないが、あなたがそれほど真面目な決心でいるのなら、極力あなたをお助けしたいと思います。では、まず言ってください。あなたはどういう仕事に経験があるか、あなたは何ができるか。私はすでにお茶を飲み終わっていた。私はこの飲み物のためにブドウ酒を飲んだジャイアントのように気分が爽やかになった。それは私の衰弱していた神経に新しい力を与え、この洞察力に富んだ若い裁判官に向かって毅然と話しかける力を与えてくれた。リバーズ様と彼の方を向き、彼が私を見るように、私もまた彼を見つめ、素直に遠慮のない調子で言った。あなたとお妹様方は私に非常なご援助を与えてくださいました。人間がその同胞に尽くすことのできる最大のご援助を、気高いご親切をもって私を死から救ってくださいました。私が受けましたご恩は、どんなに感謝しても感謝しきれぬほどでございます。ある程度、私に秘密を打ち明けることを要求なさるのも
当然かと存じます。私の心の平安を乱さぬ限り、精神的、肉体的に私の身の安全と他の人の安全とを乱さぬ限り、私はあなた方が乙女になったこの放浪者の身の上を申し上げることにいたします。私は孤児で牧師の娘でございます。両親は私が物心つかぬうちに亡くなりました。私は他家に預けられて育ち、慈善学院で教育を受けました。私が6年間を生徒として、2年間を教師として過ごしました。その学校の名も申し上げましょう。何々州のローウッド孤児養育院でございます。この学校のこと、お聞きになったことがございますでしょう、リバーズ様。ロバート・ブロックルハースト氏の経営でございました。ブロックルハースト氏のことは聞いたことがあります。学校も見たことがあります。今から1年ほど前、私は家庭教師になるため、ローウッドを去りました。私は良い勤め口を探すことができて、幸せでございました。でもそこを、こちらへ参ります4日前に、辞めなければならなくなりました。その理由は、申し上げることができませんし、また、申し上げるべきではないと存じます。申し上げたところで、無益でもあり、危険でもあり、また、真実とは、大思いになりますまい。けれども私には、非難を受ける筋合いはございません。あなた方と同じように、他から責められる筋はないのでございます。私は今、惨めでございます。そして当分は、このままの状態でございましょう。なぜなら、私が楽園を見出したその屋敷から、私を去らせた破綻というのは、世にも不思議な、恐ろしい性質のものであるからです。その家を出る計画をしました際、私は、ただ二つのことしか、注意しませんでした。素早く、誰にも知られないように、出発するということでございます。これを守るために、私は、小さな包みのほかは、一切の持ち物を全部残してこなければなりませんでした。しかも、その包みを、気はせきますし、取り乱してもいましたので、ウィットクロスまで乗って参りました辻馬車の中へ置き忘れてしまいました。それで全くの無一物となってこの金村へ参ったのです。二晩は野宿いたし、二日間というもの、まるで人家の敷居をまたぐことなしにさまよい歩きました。その間、二度しか食べ物をいただきませんでした。リバーズ様、あなたがお宅の入り口で、飢えて死ぬには及ばぬとおっしゃって、家の中へ入れてくださいましたのは、飢えと疲れと絶望のため、私が息を引き取る瀬戸際まで来ていた時でございました。私は、それから以後、お妹様方が、
私に尽くしてくださいましたことをすっかり存じております。一見、知覚が麻痺しているように見えましたときも、意識を失ってはいませんでしたから。ですから私は、お妹様方の心からの温かいご同情を、あなたの福音の道にかなったお慈悲と同じように、本当に嬉しく、ありがたく思っているのでございます。もう、これ以上、この方にお話をさせてはいけませんわ、セント・ジョン。と、私がちょっと息をついたとき、ダイアナが言った。まだ、興奮してはよくないと思います。ソファーへ来て、おかけなさいな、エリオットさん。自分の偽名を聞いたとき、私は思わずびくりとした。私は自分の新しい名前を忘れていたのである。何一つ見逃さぬらしいリバーズ氏は、たちまちこれに気がついた。あなたは、ジェーン・エリオットとおっしゃいましたね。と、彼は言った。そう申しました。今のところ、そう呼んでいただく方が、好都合かと思いまして。でもそれは、私の本当の名前ではございません。ですから、そう呼ばれると、変に聞こえるのです。本当の名前をおっしゃってくださいませんか？いいえ、何よりも見つけ出されるのが心配なのです。ですから、何事であれ、発見される糸口になるようなことは、一切申し上げないことにしたいと思います。本当に、この方のおっしゃる通りだと思うわ。と、ダイアナが言った。もうしばらく、安らかにさせておいてあげた方がいいことよ、お兄様。けれども、何分か考え込んでから、セント・ジョンは、今までと変わらぬ、冷静な、鋭い態度で、もう一度問い始めた。あなたは私たちの行為にいつまでも頼っていたくはないのでしょう。なるべく早急に妹たちの同情や分けてもこの私のお慈悲から逃れたいのでしょう。私はあなたがこの二つをはっきり区別したことに気がついています。私は、それを怒ってやしません。確かにその通りなのですからね。なんとかして、私たちに頼らずに、やっていきたいのでしょう。そうでございます。そのことは、先ほども申しました。どんな風に仕事をしたらよいか、どんな風に仕事を探したらよいか、お教えくださいまし。今お願いしたいのは、これだけでございます。その後では、どんな粗末な小屋へでも、行かせてくださいまし。でも、それまでは、どうぞここへ、置いてくださいまし。家を持たぬ、窮迫の恐ろしさを、もう一度味わうことは、私には、もう耐えられません。もちろん、置いて差し上げますとも。と、その白い手を、私の頭に置いて、ダイアナが言った。置いて差し上げますとも。と、それが生まれつきらしく
感情を表さぬ真摯な口調でメアリが繰り返した。妹たちはあなたをお世話するのを喜んでいます。とセント・ジョンが言った。まるで冬の風が窓から追い出すことがないようにと、凍えかけた小鳥を引き止めて可愛がるのを喜んでいるみたいに、私はあなたに自活の道を講じてあげたいと、もっと強く感じている。そして、そうするように尽力しましょう。しかし、考えていただきたいのは、私の努力の範囲が極めて狭いことです。私は貧しい田舎の教区の牧師に過ぎません。だから、私の助力は最も微力なものに違いないのです。もしあなたが小さきことの日を厭うなら、私が提供できるようなものより他にもっと有効な援助をお探しになった方がいいでしょう。この方は自分でできる真面目なことならどんなことでも喜んでするとさっきもおっしゃったじゃありませんか。とダイアナが私の代わりに答えてくれた。それにこの方が助けてくれる人により好みができないことはあなただってご存知でしょう、セント・ジョン。この方はあなたみたいな素っ気ない人だって我慢しなければならないのよ。私は仕立て屋さんでも、お張り女でも、また仕方がなければ、女中にでも、子守にでもなりますわ。と、私は答えた。よろしい。と、極めて冷淡に、セント・ジョン氏は言った。そういう精神なら、私の好きな時に、好きな方法でお助けすることを約束しましょう。彼はお茶の時まで読んでいた書物をもう一度読み始めた。私はすぐに引き取った。もはや現在の私の力の及ぶ限り、いろいろと話もしたし、長いこと起きてもいたからである。